どんな仕事でも勉強でも失敗したって命まで取られるわけじゃない。くよくよ悩むのも決して恥ずかしいことではない。今日は何もできなかったと失望する日もあるだろうが、そんな日でも一日を生きたという経験だけは積んでいるのだ。どんな仕事でもそのうち経験が生きることはある。長いペナントレースでは勝つこともあれば負けることもある。その勝負ごと最後に左右するものは何かと問われれば、諦めた者が負け、諦めさせた者が勝ち残る。自分自身の仕事は何かを忘れず、求められた役割を自分なりに全うすれば、周りの誰もが余計なことは言わなくなる。どんな分野でも技術を身につけるのは大変だが、必死に取り組んでいればどこかでマスターできたと感じる瞬間がある。ところがマスターできたと感じ、その取り組みをやめてしまうと、瞬く間に技術は元に戻ってしまう。それを防ぐためには、身につけたいと必死になっていた取り組みを続けていくしかない。できないことをできるようにするのが練習ならば、できるようになったことを継続するのも練習である。技術の世界では、自分ができないこと、知らないことは聞いた者勝ちである。その際、誰に聞くか、誰から盗むかも重要である。技術ごとは誰かにアドバイスを受ける、それを試してみる、成果が上がらないからやめる、この流れを時間の無駄だと捉えてはいけない。そのやり方は自分には合わないということを知っただけでも収穫だし、ならば違ったアプローチをしてみようというヒントにもなる。いくつ失敗を重ねたとしても、最終的に成功する方法が分かった方がいいだろう。アドバイスを受けて試せば何でも身につくのなら、世の中は成功者ばかりになってしまう。成功する人間とは、素質に恵まれていたりセンスにあふれていたりするわけではない。何度も失敗して、俺にはこれしかないんだとあれこれ考え続け、時間をかけて成長してきた執念深い人間である。野球でも仕事でも、何かの壁にぶつかり、自分であれこれと改善を試しても、どうにも乗り越えられないことがある。そんな時には、昔の人はどうしていたのかを聞いたり調べたりするのも悪くない。とにかく若者は上司や先輩を時代遅れだと感じることがあるだろう。それでもその時代に戻って考えるべきことがあることも知っておいてもらいたい。人間は平坦な道と険しい山道の岐路に立てば、どうしても平坦な道を選ぼうとする。できれば楽をして生きていきたいと思うのは決して悪いことではない。出世争いから身を引き、定年まで窓際で平穏無事に生きようとするのは、ビジネスマンとして悪いことではないと思う。しかし個人事業主となり、常に勝敗に左右される世界に飛び込んでしまったからには、そこで生き抜くために全力を尽くすまでだ。どんな生き方をしても、どんな仕事についても、その世界で大成できるきっかけは必ず何回か訪れる。そのきっかけに気づかないこともある。きっかけは訪れていないのに
エンジンを全開にしてしまうこともある。だが上司や先輩のアドバイスに素直に耳を傾け、常に試してみようという姿勢を持つ人は、そのきっかけに気づき、がむしゃらに努力して耐性する可能性が高いと思う。どんなに偉くなっても人生は一度きり。一夜明ければ今日は過去になってしまう。ならば悔いの残らないように生きていくのが幸せではないだろうか。私が一番大切にしているのは、自分の人生をいかに自分の思うがままに生きていくかということだ。そのために不可欠なのが決断と実行だと考えている。社会生活を送る上で収入にこだわる人もいる。立場や地位を築こうとする人もいる。多くの人に影響を与えたいという人もいる。何に注力して生きるかは人それぞれだが、誰でも避けて通れないのが決断と実行だろう。最善を尽くしても期待した結果を得られないことはある。やってみて初めて自分の力では及ばないと知ることもある。世の中は自分だけに都合よく回っているわけではないのだから。それでも決断と実行した上での失敗は反省材料や教訓となって次につながる。しかし決断、実行しなかった後悔は何も生み出してはくれないのだ。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。私はいつもコメントの温かい言葉に励まされて動画を作ることができています。本当にありがとうございます。それでは次の動画まで、さようなら。